はい、皆さんこんばんは、高幸です。今日も池袋暴走事故についてお話ししていきたいと思います。本日なんですが、先日行われた第8回公判で、松永拓也さんがですね、飯塚幸三被告人に対して被告人質問を行いました。でその中で、私が気になった質問の回答3つをですね、ご紹介したいと思います。この中の質問ではですね、飯塚幸三被告人が大きなですねミスを犯しておりますので、お楽しみにしてください。ではね、ご紹介していきます。こちらはですね、松永さんがツイッター上にですね、被告人質問の Q&A をすべてね一覧に並べていただいておりますので、非常にね分かりやすく作っていただいてましたね。ではご紹介していきます。クエスチョン51からね52を一つの質問とさせていただきたいと思います。あなたは検察官の供述調書の中で技術は 100% ではないと述べていますね。はい、この事件に当てはめるとどんな意味で 100% ではないということが言えるのでしょうか。これに被告人が、例えば電子回路のバグが完全に取り切っているかどうかについて 100% ということはありえないのではないかということを含めて申し上げましたと被告人は語りました。でこれについてですね、私が思ったのは、飯塚幸三被告人ですね、少し勉強をしてきてうまいところをねついてきたなというふうに思いました。このあとね被告人が述べているんですけども、車に何か不具合が起こった時に電源をね入れ直すと治るようなことがね、まあ我々の業界でもありますって、まあ確かに工業界のね権威だったと言われてたらしいので、まあそういうことがねあったという事例を挙げたんですけども、まあ、そこでね、まあ私のような自動車検査員でもあり自動車整備士である人間がどう思うかというと、まあ確かにね最近は聞かないんですけども、昔の車だと稀にねそういうこともありました。まあカーナビゲーションなんかですとね、まあでもそのようなことがたまにあるんですけども、自動車のね電子制御部品というのは、特にコンピューターは不具合が起こった部分がねしっかりとメモリーに記録されるようになっておりますし、何か不具合が起こった時にその症状で不具合が起きないようにねフェールセーフというシステムが働いてですね、安全に走行ができるようにコントロールするようになっております。飯塚幸三被告人が言いたいこの 100% ではないっていうことは、もちろんね今現在発売している新車のすべてが 100% の車なんて一個もないので、広大なプログラムの中のね針の穴を通すような一点の部分に状況が重なり合った偶然の時にですね起こる不具合のことを言ってるんです。それは車のエンジン回転数とか速度、振動、重力、外気温、湿度、そういったものがですね偶然いろんなものが悪い方に重なった時に、その針の穴の一点を通すようなマップに重なった時にそのような不具合が起きることはあるんですよね。ただし飯塚幸三被告人がミスを犯しているのは自分でですね不具合があるということを2つ言ってしまっていることなんです。飯塚幸三被告人はエンジン回転数が上がってしまい戻らなかったという不具合を1つ、そしてブレーキを踏んだのにブレーキが効かなかったという不具合を1つ、発生する頻度の少ない不具合を2つ挙げてしまっているがために、1つの故障でも天文学的な何十万台に1台起こるっていう故障と、もう1つの不具合も何十万台に起こるっていう不具合を2つが同時に起こったって言ってしまってるんですよ。しかもねエンジン側の電子制御、ブレーキ側の電子制御が両方とも壊れてたとしても、ブレーキの機械的に動かす仕組みは残っていたので、ブレーキが効かないということはありえないんですよ。エンジン回転数が上がって暴走してたとしてもブレーキを踏んで止めることができたんです。ですのでこの飯塚幸三被告人の 100% ということはありえないという回答は何の意味も持ちません。 100% のものなんてこの世の中にありませんから。物質で
はい、そしてね、次の質問回答に行きたいと思います。クエスチョンの73から75についてなんですが、読んでいきたいと思います。松永拓也さんが、あなたの主張を前提とするとアクセルペダルは床に張り付いていて戻らなかったのですよね。被告はそのように見えました。松永さんが、その時目視の後ブレーキペダルは踏みましたか。被告人が、アクセルペダルを見た後いっぱいに踏みました。松永さんが、975どのくらいの力で踏みましたか。被告人が、目いっぱいです、ということで答えております。皆さんこれを聞いてですね、何か気づきませんでしたでしょうか。飯塚幸三被告人はアクセルペダルが床に張り付いてて戻らなかったように見えたんですよね。でその後ブレーキペダルを踏みましたかという質問に対して、アクセルペダルを見た後いっぱいに踏みましたと言っております。アクセルペダルを見る前はどういう状態だったんでしょうか。ブレーキを踏んでいなかったというふうに言っているようなものですね。ブレーキペダルを踏んでいなかったということはアクセルペダルを踏んでたということになりますね。これね、これを言うとね、飯塚幸三被告人がブレーキペダルに足を軽く乗せていたというふうに言うかもしれないんですけども、アクセルペダルを見た後いっぱいに踏むんじゃ遅いんですよ。車は加速してるんですから、ブレーキペダルをいっぱいに踏んでいる状態でアクセルペダルを横から目視したというんでしたら分かるんですけども、アクセルペダルを見た後いっぱいに踏みましたということは、もうこれは飯塚幸三被告人、あなたに過失があります。そして3つ目の質問に行きたいと思います。松永さんがね、クエスチョン108で有罪になったら控訴しますかという質問をしました。飯塚幸三被告人が、分かりませんがなるべくしないようにしたいと思っていますと答えております。これはね、もうご遺族のこと考えたら控訴はしませんってここで言ってほしかったんですけど、分かりませんがなるべくしないようにしたいと思っておりますということは、この裁判の結果では控訴するって言ってるようなものですね。飯塚幸三被告、この裁判で有罪判決が出たらあなたは必ず控訴するでしょう。なぜかというと、時間を引き延ばして自分の命がね尽きる時まで裁判を引き延ばそうとしているからです。このね、池袋暴走事故、まだまだね裁判は続いているんですけども、裁判所のね公正な判決を望みたいと思います。ではね、今後も池袋暴走事故と旭川いじめ事件については引き続き何かありましたら動画をアップさせていただきたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。じゃあね。高雪追走クラブチャンネル。